エントリーナンバー1番リリーと申します東京生まれハワイ育ちロサンゼルス帰りの帰国子女です現在は都内の出版社に勤め心理学の書籍の翻訳を行っております私は過去に2年間うつ病を患っていた時期がありましたが自分の感情について学ぶことで乗り越えることができましたこの経験を生かしミスワールド 日本代表として輝くことで私は日本に心の健康の意識を広めたいと願っておりますさらにミスワールドをきっかけとし女優としての活動を始めたいと考えております日本を代表するような女優そして活動家を目指し魂を込めてこの大会に挑みます皆様の 温かい応援をよろしくお願いいたしますエントリーナンバー2番の平瀬フィーナです私は現在コンテンポラリーフラダンサータレントモデルとして様々な方面で活動させていただいておりますミスワールドを通して今この会場に皆様の目に触れることができてとても嬉しく思います そしてミスワールドのこのファイナリストの皆様と成長していく姿を見守り応援してくださればとても嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたしますエントリーナンバー三番添田桃子と申します現在筑波大学で医学を学んでおります、えー、私はこれまで 発展途上国の病院を見学する機会や東京パラリンピックに関わる機会をいただきその過程で今ある社会問題について考えることが増えましたミスワールドでは活動を通じて皆さんと一緒に今まで感じた社会問題を考えていきそれが社会貢献につながっていけばいいなと思っております。また 私のこの挑戦を見て誰か一人でも多くの方が私にもできるんだという気持ちでなってもらって何か新しいことにチャレンジするきっかけになればとても嬉しいです一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いいたしますエントリーナンバー4番奥原綾子と申します私は3歳の頃から大学時代まで約20年間剣道を続けてまいりました 剣道の経験から日本人として大切な姿勢や礼儀、様々なものを学ばさせていただきました。現在は20代の若者に対してリーダーシップを教える仕事をしております。現在、日本には様々な問題があると感じております。その日本を作り出しているのは我々国民一人一人です。日本にリーダーが増えれば、 日本はよりよく、そして強い国になっていくと感じております。このミスワールドの活動を通じ、私自身、日本の伝統文化や魅力を発信していけたらなと感じております。えー、応援のほどよろしくお願いいたします。エントリーナンバー5番、手島優里と申します。同志社女子大学薬学部で薬剤師を目指して勉強しております。大阪大会では、 ビューティー・ビィズ・ア・パーパス賞の1位とマルチメディア賞の1位をいただきました。特にこの大会で大切にされている目的ある美ビューティー・ビィズ・ア・パーパスという点で評価していただいたことが社会貢献に対する気持ちに自信になりました。私の努力が社会貢献や薬剤師の活躍につながるような大会にしたいです。この夏休みは グランプリを目指して自分磨きと国家試験の勉強を頑張ります。